第1期若実践決勝司会実況の笠原直です。解説は引き続き佐々木久と瀬戸熊直樹が務めます。お二方ともよろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局へと参りましょう。第1期若実践、はい、決勝最終4回戦勝敗のスタートです。立ち合いに山田裕之の合図によって最終戦が開始されました。ちいちゃから阿久津、なんちゃに沢谷、シャーチャに岡崎、ベーチャに中村の並びです。さあ瀬戸熊さん、この並びというのは、はい、いつも通り、そうですね、はい、日本プロマージャン連盟の規定通り、はい、トータルトップの方が、ラストですね、はい、2着の方がチーチャ、3着の方がナンチャ、はい、トータルラストの方がシャーチャとなってて、はい、最後まで全員がしっかり戦えるように配慮してます、はいうんはい、ありがとうございます。さあいよいよこの若実戦も決勝戦最終戦を迎えました、まあ、ポイント差を見て佐々木プロどうでしょうか。岡崎君だけやや厳しいですけどね、はいうん、プラス者が3人いるし、はい、中村さん自体もプラス27というそんな大きなプラスじゃないので、そうですね、まあ、まあある程度全員に可能性がありそうかなというところですね、はい、もうこの一戦で決まり、うんね、ますからね、はい、最後まで何があるか分かりません。ドラがチーピン、ガンローマ引き入れた阿久津です。岡崎さんとしてはちょっと、はい、中村さんまで 66.7 ポイントあるんですけど、はい、まあラス前の親があるので、そうですね、まあ、とにかく上がりまくって、うんうんうん、阿久津さんと沢谷さんがちょっと条件きつい条件で最後の親番迎えたいですね。あ、じゃあ変にもう高打点、はい、高打点ではなく、もうそんなことしなくていいんで、はい、とにかく普通に曲回して、はい、トップ目に立ってるのが大事ですね。はい、さあ靴がリアンシャン点です。さあ、うん、もドラが置いていますが、ここはハス切り、ここからさまざまなプレッシャーがかかりますよね。そうですね、目の前に C1 リーグそして優勝賞金もあります。、はい、みんなの、ね、思いも背負ってます。ゴロチがある、はい、難しいな、難しいです。リアンソギリ、みんなが優勝見えます。イーソーかローソーか、イーソーの方、さあイーシャンテの岡崎はカンローピン、カンパーピンとサブローマンのイーシャンテンになりました。来た、カンローソー引き入れて、ここでさらに選択、間違えたくない、はい、想像パラパラ自身で切っています。あ、想像の伸びのが止ま、自分で止めたんで、マンザ伸ばしに行くんで数層が普通ですかね。うーん、そうなりました、はい、数層です。ピン数はポンしたくないね。久田さんポンですか。ちょっとしたくないですね。3色のだけに、あ、これ闇点、これはダモ点で落ちてください。天牌取っての闇点、ゴロチの3色、タンヤを3色ドラ、高いな、高い勝負手、待ってパピン、2山、2山数万は1山3山数万1、はい、はい、だから、まあ、変化もありますからね。そうですね、変化したらリーチ、パーピー危ない、止まらないな、うん、中村は健在トップへ、ここも入る、1万2000の闇天中阿久津です。中村さんだけ危ない、危ない、危ないよ、危ないよ、数はもうこれで止まらない、その前につぼがる、嘘じゃない、あ、こっちも来る、振り手になった、うもうキューピン切るか、売り点だけど、だけど、もう磯3枚切れてますね。あ、そうですね、やっぱ想像になりそうですね。そうですね、三面ちゃんとはいえ、うん、想像切りとなりました。全員パーピンが欲しい、はい、中村さん以外ですね。中村さんに来ると悲劇悲劇。ただ阿久津さん手代わりする可能性も高いですからね。確かに、みんなパーピンを求めています。こちらパンパーピンリーチ、あー、カンパーピン、これで阿久津さんが、うん、はい、
ピン座ちょっと変化した時怖いですね。危ないですね。ドラ引き。ドラ引きウーピンで。あ、これだとウーピン。これウーピンでしょ。あ、そうかそうか。あ、パーピンだった。おーマイガー。気に入ったんですね。あー、パーピンだと補充だ。リーチ一発。あー、そっか、そっか。打点でですよ。打点が。確定1万8000されてあるから。あー、だからこのカンパーピンは結構あるパターンですけどね。今のはどうですかね。まあ勝負に行ったんですけども。だけどもったいなかったですね。ああ、そうですね。まあ冷静に行けばウーピンだったんで。まあ一つね、勝負どこでしたね、阿久津。これはもったいなかった。阿久津さんらしくないですね。確かに、阿久津ならば、ウーピン、はい、切れたんじゃないかと。結構精密機械のように打つ男なんで。はい、今のはウーピンでもおかしくなかった。岡崎が上がって投入局です。はい、岡崎さん嬉しいし中村さんも助かりましたね。はい、やっぱり決めようっていう気持ちが強かったんでしょうね。阿久津ですか。うん、それが少し裏目に出てしまったと。だって手だけ言えばとりあえず当然パーピンですからね。はい、そう、ただ何の条件もない時はね。はい、うん、リーチを受けましたからね。結構でも競技麻雀あるあるですね。ありますね。はいはい、あのパターン。あれが通れば。打点だけ追って、あれ現物切らないで、大体豊潤になっていくという。悔しいです。多分全員経験したことある打牌ですね、あれは。よく見る。よく見る、本当に。さあ、阿久津にとって次の勝負どころは来るでしょうか。まず、澤谷の親番。岡崎は白が統一で、白は山々です。2メンツできました。阿久津さんはちょっと親頑張りたいですね。はい、2人と10、9.1 ポイントと27ポイントなので、はい、やっぱりトップ必要ですね。うんうんうん、どう考えてもトップに立てば、はい、岡崎さんトップのレアケースありますけど相当レアなんで、はい、これで中村どうでしょう。うん、7、8、9、中村さんの手も難しいですね。2000点にしていいのか泣いて面前で勝負するのか。うん、どうなんですか。こういう決勝戦でこの勝負手もらいましたけど、まあ簡単にテンパっちゃえばね。そうですね。リーチ打つだけだと思うんですけど。泣いちゃいそうですね。ベンチ版も、ベンチピンも。さあ、靴です。ピンズを見切っていけました。Gピン山に4枚。お、来た来た。リーチある。ベンチマン、闇天。勝負手ではありますが、まあ5に闇点と、うんうん、どっちもありますけどね。はい、セオリーにのっとった形でしょうか。久々のリーチ。リーチですね。はい、瀬戸熊さんもリーチ。もリーチ。はい、もともと G1 ってそんな出る牌ではないんでね。はい、うん、相手の手をちょっと止めつつ、うん、つもりいった方がチャンスあるかなと思いますね。はい、これどっちが残っても二方ともリーチですか。うん、そうですね。はい、うん、チーマンは山々です。まあ親のローワンに注目したかな。若干ローワン6巡目、これ1回闇点にしちゃうとずっと闇点ですかね。まあ、そうなっちゃいますよね。まあ積もって満貫、あとはもう楽観的に、はい、楽観的になれないんだけど、はい、スチーワン待ちと思ってリーチ打っちゃいますよ。スーワン持ってきた時にチーワンこぼれるでしょ。言ってたやつですね。はい、はい、ヒサトノートに書いてあ、でもおやりが来ましたよこれなんですよね。だからこうなっちゃうとね、行きづらくなっちゃうんですよね。一気にいけるか、これ全部いけるんだ、これいけるんだって大したもんですね。中村どうする。いった、勝負はしている。ベンチーマン対イスチピンです。押すときは目をつぶり、降りるときは丁寧にって書いてますよ。お、中村君は。じゃあ今は押すとき目をつぶってる。そうですそうです。
まあ、目つぶったって論って言われますけどね。どうだ、まあドラが全部見えてるから押しやすいはありますよね、うん、親だけど、はい、親だけど積もりましたね。さすが三面ちゃん、リーチピンフ積も1300ホールです。まあ、リーチ打ってサワヤがまっすぐいけるかどうか。サワヤ君結構リーチに対しては、はい、あの対応してくれることが多かったんでね、はい、そういうのを見つつ、まあ、ただ最終戦だからちょっと話は変わりますけど、うん、まあ、そうですね、うん、さあサワヤ積もって一本目です。ドラが裾スーソー、スーソーです。ドラドラ、うおー、いい手だ。ドラドラ、うん、岡崎は、うん、苦しい、はい、遠くに3色。泣き降りたのは阿久津ペーチャです。ペーのポンから発信しています、うん、1枚目らしいな、はい。一目つできた岡崎、中村も一メンツ。親がただ圧倒的にいいですね、はい。こちらの形です。ドラドラ、泣かれたんでスピード合わせるはありですか、はい、いやポンはドラポンはするんですけど、はい、それ以外、それ以外はちょっと缶ローピンぐらいですか。泣いた、3万泣いた、酸素ですか、酸素って、はい、ドラ固定です、はい、これドラドラっぽいですかね、うん、次に数ワンが見えたらドラドラっぽいですね、うん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 、334の形から334から動いてるから、はい。さあ仕掛けが入りました。阿久津はどうしていくんでしょう。まずはいそう、はい、次にこれ数ワンになっちゃうと、はい、数ワンより先に酸素を打ったってことはドラ周りをなんでそんな嫌ったって言ったら、うん、ジャント固定が濃厚なので、はい、ドラドラですね。じゃあできるだけこの数万って引っ張れるんだったら引っ張った方がいい、ね、まあどうなんですかね、もうバレてもいいとは思っちゃう可能性もあるんですね。これでゴロチだ、はい、これで G1 からいきますか、うん、そうですね、G1 から、はい、ここはちょっと考えてますね。目立たない、はい、目立たないですね、うんうん、ローピングが余りそうですよ。あら、阿久津、阿久津ですね。また伸ばしにかかってるかもしれないですね、はい、ここは、そうですね、はい、うん、あだあだだこれ先にサワヤがね、うっぱそうとか埋めちゃうと阿久津ピンチになるかもしれません。ただ G1 これトイトウトシだと、うわー、埋まった、埋まった、埋まった、1万2千です。タンヤオ三色ドラドラ、はい、ローピンは山1枚だけど、阿久津のローピンがどうなるか、伸びればね、伸びればね、はい、そうですね、伸ばそうとはしている。三蔵、関三蔵弱いんでね、うんうん、じゃあ払う未来が大いにありそうですね、うん、あらいもありますね。うまくいったね、これ泣きが。そうですね、3万のポンからの発信でした。これで、ああ、もうますます危なかった。2分の1、2分の1になりました。3ピン通った。ローピンやっぱり切りやすいでしょ、これね。ああ、9ピンも通ってる。はい。ああ、ここ1通だ。いいシャンテン。何を切っていくか。マンズの方が重なりそうですけどね。スーソドラなんで、スーソ引き備えましたね。はい。もう1ピン越えてきた。スーソ残していけます。うわ、これどっち来るかで決まりますよ。わあ、助かった、助かった。カンチーピン1万2000万流れました。阿久津です。沢谷さん応援団は悲鳴ですね。ですね、打てよってカンチーピンは1枚だけど、はい、沢谷くんが数ピン持ってきたら、あ、3ピン来てるもんね。数ピン持ってきてもチーピンなんですね。ただ中村さんとか今度ローピン危なくなりましたね。あ、うち中村ですか。うん、受けるとということですか。受ける、中村さん多分固定してると思うんですよね、はい、もうね、うんうんうん、多分さやさんの代わってスッチーピンのが圧倒的に切りづらいんで、はい、
アンローピンは1番2000です、はい、まだ1枚ある、1枚残ってます、はい、うん、阿久津さんはパーピン持ってきてもパーピン切りになりそうですね、はい、シャンポーにね変えるとロピアもないけど、はい、あ、チーピンだ、おプラスチーピン捉えたのは阿久津です。ペイドラ1、2000点、決まり手が、ね、出るかと思いましたが店は2300、またお預け。阿久津さんの応援してる人たちは本当に今寿命縮まったじゃん、気安いだもん1万2000だもんね。ですよ、ほとんど総津のサブロススチーズを引いたりするとそれが収入になりましたからね、はい、トン三曲ドラガチュン岡崎の親番です。岡崎はねこの2つの親が大事になってきます ね、 すね、はい、まずはこの親でトップ目に立つことですね。はい、その力は非常に持っている選手です。あ、トップ目には立ってるんですね、うんうん、もうちょっと条件軽くしたい。ここからポイントを伸ばしていくこと、8万点ぐらいですか目標、ね、40ぐらいまで出してるから、はい、ゼロに戻すとしてあと2万点ぐらいですね。あとは並びですかね。そうですね、並びも大事です。お、手形上いいですね。打点がどうか、一メンツの阿久津です。で、小型3人は岡崎さんは絶対降りない親なんで、はい、どう利用するかですよね。うん、うん、確かに、はい、ちょっと具形リーチは怖い局面がありますね。具形リーチは怖いけど、はい、高い手でいい待ちの時は岡崎さんの捨て牌にあればほう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 、また切る可能性は高いですからね、はい、いいシャンテン、いいシャンテン、換算ピン、いっすそうです。岡崎さんの先制リーチはおそらく誰もいけないと思います。いけないですね、一人旅にはなりそうです。今回ドラのチューンはまだヤマリン4枚でしょうか。1,2,3いきますね。はい、1,2,3の3色痛い。今ウーマン切りもありましたね。ありましたね。2差しあるから、うん、ヤンソー振り手、これでチートイツが見えてきた。チートイツですね。パーピンですか。立ても見るならばパーピン。ロウソクがやるとピンもあるし。お、はい、チートイツした。うん、いいシャンテンの中村です。どうしてもねトータルトップだとね、はい、結構チートイツ選択するんですよ。あ守りに入るとね、はい、気持ちがね、はい、いろいろ変えられますしね。そうカンパード布石ですかね。今ウーマン切って、うん、あとは1,2,3,3色をギリギリまで追う阿久津です。はい、さやも形が整ってくる。タンヤ来ました。はい、リーチとなりました。ウーマンを切っての換算ピュアリーチ、タンヤを岡崎の先制リーチ。さあこのリーチには行きづらいと言っていましたがどうでしょう。まずは中村、現物はない、うん、8万筋で、はい、嫌ですけど8万切っていきます。そして阿久津もがっつり受けました。これ阿久津さんのさっきの右腕切りを久津さん布石って言ったじゃないですか。久津さん布石自分でもめっちゃ打つから気づくのめっちゃ早い敏感に察して敏感、あの久津さんの捨て牌って必ず布石打ってある、はい、これは久津研究してる皆さんにお伝えして、ね、はいはい、布石を、僕らこと言わないでください。知らない人たくさんいるんだからもう、ね、人そういう、そういう回なのこれっていう。まあ、それだけ研究してるってことですよ、はい、認めて、はい、注目を浴びております、はい、みんな受けですね。ヤンソー振り手じゃなければね、まだまっすぐいけたかもしれないですけど、はい、はい、となると岡崎の上がりがあるか。3ピンは山山です。まあ、これ1本引いてちょっと変わりますよね、はい、うん、4000オールから1枚裏引けば、はい、確かさすがに見えないですね3ピンは、うん、もしローピンとかがね通ることがあれば、まあそうですね、どうなっていくか、はい、最初からベタ折りするとやっぱり手が詰まった時は筋折っちゃいますからね、はい、しかも3社で置いてると俺は草なんかほんと3ピン危ないですよ危ない
もう折り打ちはしたくない。ドラが通りましたが、阿久津の元にドラが一枚。三ピン山山。沢谷くんも結構大変ですね。降りるのが手詰まってるじゃん。はい。捨て牌が強いですね。はい。岡崎さんの。何が良さそうですか次。マンズが通りそうなぐらいで。うわ困っちゃった。ああ。ああ決めてた。単用のいいシャンテンになった。端っこ。三ピン重なれば。そうですね。パースを重なっちゃったら補充。補充ですね。うん、まあ、ただ自分で切ってるから重なりにずれちゃうじゃないですね。はい。山にもない。これで。いやー半敗なし。小さな受けもできたから。はい。三ピン打ってもおかしくないですけど。いや本当にゼロだ。本当にゼロ。怖い困った。かわいそう。打ちたくないのに。ドマッスが補充ですね。ええ。いやそうするのが打ちやすいですか。いやそんなこともないですね。そんなこともないですね。しかね条件一緒ですよ。じゃあ3ピン。まあ気になるのは自分が振り手系が多いってことですね。リャンソーもアーソーも切ってるから。うわやだこんな最終戦でこんな手。3ピンもあるしパーソーもある。他は触らなそうですよね3種類の中で。おお、他を触りました。2枚ある牌を切りましたね、はい、1枚通れば。あ、やべ、ロピン取った。ロピン取った。3巡しのげますよ。ロピン通ったら3ピンがほら切りやすくなるじゃん。あららら、これパーソー重なると危ないですね。そうですね。そっか、いいシャンテンだから。まあパーソー重ならないから大丈夫そうなんですけど、テンパイ最後に手番で入ってつもりました。裏ドラ欲しい。3ピンと手番、裏大事、見せて。ないです。リーチ単用ツモです。2000オール、まあ、一上がり。はい、はあ、ちょっと一息、ね、だいぶ平たくなってきた数字が、うん、みんなありますね、はい、20ポイント来てますね。トップね、トータルトップが19点。並びがいい感じですか。はい、うん、まあ、沢谷さんは岡崎さんをまくれば自動的に優勝圏内ですかね、はいはい、ドラ嘘です。一面図は完成。ドラはありません。北言行だけど、うん、他が整えば動きやすい。阿久津は塔のポンからの発信、はい、一面図。毎回積極的に行きますね。ここ最終戦はね、はい、積極的に行ってますね。さっきも危なかったけど、はい、耐えましたからね、決まり戦。耐えた。ちゃんと3色。はい。あ？3本馬。はい、嘘がドラ。まあ、ここはもうドラ絡みなんで、うん、無条件3本馬になりそうですけど。やむなくです。馬の方から。おー、いいの来ましたよ。はい、総勢3面ちゃん系になりました。こちらもドラですが、ちょっとお荷物か。はい、こっちはドラマスになりますね。阿久津も伸びないとちょっとずつ怖くなってまいります。はい、リャンカン受けができた沢谷です。いいシャンテン中。おえマンズ生まれば、はい、リャンマンローマンカンチーマン、そして3面ちゃん、まだ泣きたくないです。あ、ダメだ、役がない。役ない、役がない。あ、来た、ここですよ。これはいっぱいそう。はい、リーチ、ドライチ、郵送に一発もある。ローソー3、3、8枚か、8枚、三蔵が2、2、はい、郵送に八山、うん、一発はどう。サブロッキュソダメか、ごめんなさい、七山、うん、一発ならずでしたが、いや、裏でカバーしたいところ。また長い旅が始まりましたね。降りる、降りる。あ、白南越えて手をかけました。あ、いい観点だけど、中の統一落とし。これ4000オールするともう一回4000オールぐらいですか。でも、はい、
トップまで、トップまで行っちゃうと思いますね。現在リーチドライチの手配です。テンパネ積もって裏ドラで4000オール。いやー、岡崎さん応援団はね、ここは一つ上がりをものにしてほしいところです。じゃあシャアの暗冠入れてから掘り起こしましょうか。阿久津さん辛いですね。手配短い分。チームを使っちゃったんですね。ちょっと直撃はしたくないですもんね、この宝珠は。あ、急走と三蔵が1枚ずつ減りましたか。はい、もうよかった。もう次何も持ってこなかったら5万キロと思って。集まった。急走のツボ。裏ドラ欲しい。裏は？あ、抜けた。なりません。毎回抜けます。2600、2700オール。ちょっとずつ打点は上がっています。そうですね。あとトータルトップと20ポイントくらいですかね。はい。じゃあ6戦までの上がれば。まあそうですね。はい。中村さん着順の関係があるんでね、今3着なんで2着に上がったらまた変わるとかそういうふうになりますね、はい、ちょっと焦りますよね。まあそうです、あの数字をね、あそこボード見ない方がいいですね。中村さんの立場から言うと、はい、そうなんですよね。順位点が惑わしてくるんですよね。そうそう、だから焦っちゃうから、うん、まあ別に、はい、最初に自分できちっと数字が入ってれば道中の数字は気にしない方がいいですね。はい、僕も沢崎さんにスワンコを積まれた時も見なかったですね。それは一切見なかった。買わされてるのも分かったけど、もう一切見なかった。その後は繰り返しますからね。もともと変わるなんて思ってないから。思ってませんよ。あんな一発で。まず沢崎さんがピンクのなんか1000点とかで上がって、あのもう終わっていくのかなと思ったのに、100万決めて。危ないですよ、マージャン、本当に。ステップ大ジャンプと。僕は久保さんが平賀さんに告知打った時はめちゃくちゃボード見ました。一言ですごい面白くなったんじゃないと。多いぞと。あの時も見なかったんだな確か。あ、それ全部頭に入ってるってことですね、うん、いやその時はねちょっと、はい、頭の目の前真っ白揺れてたと思います。さすがにさすがの佐々木久保も揺れたと思いますよ、うん、グラングランしちゃいます、うん。お、来た、はい、来た。リーシャンテン今度はリーチ行ってほしいな。行きたいな、行きたいな。ただリーチ来ると岡崎さんもやる気満々になりますよね。はい、どうします。実際まあうわいの来た、まあ、チーマンチ、うん、だけど逆に言うと、はい、ラス親なんで、うん、まあ一回もうとにかくね優勝するためにはやっぱり2回は上がんなきゃいけないと思うんで、上がり取り行かないとダメだと思いますね。はい、さあ順を重ねたサワヤです。ちょっと端が目立つ形。チーマン、チーマン多いね。あー、これ難しい。ドラ打つかパーワン、キューワンもあるけど、あー、もうどっちもある。ドラ、まあ、ドラが一番簡単、まあ、ウーピンが普通ですね、はい、取りこぼしが少ない。ドラ重なりは嬉しいと、うん、重なりと、まあ、スーピンルピンでもね、はい、ソージャントでのピンフドラ1もありますから、うん、はい、国士か。そうですね、このチームはそうです ね、 だからサワヤさんがチーワン切ってないと中村さんの選択も変わったかもしれないですね、うん、確かにサワヤが切ったことで、うん、あ、正解した。おー、ドラにくっつきました。お、これもいいですね。はい、阿久津もいいシャンテン、はい。岡崎くんはリャンマンとパワーの選択ね。3万引くか10万引くかでだいぶ違いますけど、ね、うわ、行って、行って、あー、ソイヤさんがチーマン、うわ、スチーマン、スチーマンリーチです。これ中村さん勝負どころになったでしょう。はい、なんか一回も失敗しちゃうと怪我と邪魔でも戦う手だからね、これは。しかもこれ戦わないと、はい、ラスに落ちた時にはもっとまた変わるんですよね。たくさん上がった場合は今のリャンマンとかも、うん、どうなんですかね。切っていった方が、うん、切っていきたいな。うん、逃げてちゃ勝てないですからね、はい、どっかで行かないと。
どうしてもね、あのチーマンがなんか気持ちをね、揺るがせます。そうですね、それはあるかもしれない。4万いきました。一発は避けてた。おー、裏ドラ1万欲しい。あ、靴のつま上がり、リーチピンフツも裏が乗りませんでした。リーチピンフツも7,1300の2本馬です。ラス抜けをしたかな。さあ、これでまた変わりそうです。うん、もう4局となります。何この数字見てください。ボードの数字、5.5 でトータルトップだろ。すごいことになりましたね。すごいな。ただ中村さんラスでトーですからね。そうですね、はい、チャックアップするとあっという間に変わりますね。差、まあ、ないからな、はい、うん、面白い。そんな大きくへこんでるわけじゃないですから。そうですね、はい、ほぼ横並び、うん、あ、いいじゃないですか。チューンがトイツ、ペーガン、何もトイツ、あら、すごい。もういつトイトイ一回こんなって決めましたよね。あ、シャー短期ね。はい、本日やけっとひとい3個。あー、純ちゃん3色、あ、ちゃんと3色。あ、靴も勝負手か。沢山初あんこ、ドラ1勝負手。ぶつかる。ぶつかります。岡崎も8個詰めて。岡崎さんはね、休んでらんないんですよね。 うわ、来た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 。何ちょっと、ね、シャーなんから動きたくないけど、しょうがないですかね、はい、大事な一曲になりそうです。これさ、出ますもんね。はい、まだ出ない。でもシャー泣いてって追走、そうですね、少数シーとかある、はい、アーチーズ、これも本一か、とりあえず本一飛んでも持ってくれば、はい、面白くなってくるんですけど、追走シャーなんから泣いて下手すると3球で終わる可能性もあるってことです。ポンしました。シャーのポン1枚目からの発進です。先に数走と。まあ、ただこれでダブトンとか切れなくなりましたよね、持ってる人は。トーン山に4枚ですよ、残ってますね。ヘッジソ引き入れた、いいの引いた、いいシャンテン。沢山勝負手、面白くなってきたね、はい、ワクワクします。トン持ってきてローワン打って、はい、トン持ってきてローソーチーズを打った呪文が聞こえてきました。今チューン何本してローソーチーズ払う。あ、これはリャン一冊。うわぁ、何これ。3ピン筋ですね。あ、岡崎1枚浮いてる。リーチ初ドライチ、岡崎さん浮いてる、はい、アクさんも持ってる。じゃあ、いい選択になりそうか。リャンピー打たれた。うわ、リャンピーキャッチだった。きちゅい、危ない、3ピン危ない、3ピンセットされた、はい、ここは助かるでしょう、はい、多分ローソーでしょう。補充できないもんね、うん、3ピンってことないですね、ローソーって。全然行く手じゃないですからね。はい、いそう。親も見たのかな。親も見た。3ピン危ない、阿久津危ない、いそう、助かる、いそう、通す、はい、これ2人も2ピン、3ピン短期なんですか。あ、な、なん止めた。うん、三ピン短期に構えるときは黙ってにしそうですね。か、リャンピのリーチ。そうですね、はい。はい、サブロキューソンでリーチかな。短期にしてからの。そうですね、サブロキューソンだってそうですね。はい。打点もしかやっぱりリュウハなんか崩せないですもんね。うん、あ、これ三ピンだ、三ピンだ。致し方ないか、三ピン短期捉えたのはサイヤです。リーチ初ドラ1となりました。裏はなりません。5200点、はい、5200点の上がりです。ただこれで中村さんの順位が上がったんでまた変動しますね。だいぶ今上がったけど変わりはないと。あ、変わりないですか。うん、中村がトップ目、うん、変わらずです。この半チャンですね、この半チャンの着順が4着から3着になったと、はい、で10ポイント増えますね、はい、さっき 5.5 ポイントのトップ目が、はい、さあ、何入です。ドラは白、想像で一面ず完成。だから沢谷さんとしては上がったんだけど、はい、なぜかちょっとトップ離れたね、うん、みたいなね、そういう感じになります、ね、あるあるの、ありますよね、はい、5に上がったんだけど 4% 離れたみたいな。ちょっと離れちゃったと。難入ですね。早いです。チューンが重ねた沢谷です、はい、チューンペイ統一
阿久津さんは沢谷さんとも着順勝負なんですよね。阿久津さんは絶対沢谷さんの上にいなきゃいけないし、うん、まあだから2着ラス中村さんと自分が2着中村さんラスのパターンはあるんで、はい、そこは狙いたいんですけど、はい、沢谷さんの3枚線200だけは絶対超えなきゃいけない数字ですね。はい、この親番というのはまあとにかくそうですね、岡崎さんのトップはまくらなくても優勝のパターンあるんで、うんうんうん、沢谷さんに上がられるのは嫌だし中村さんに上がられるのも嫌ですね。はい、現在トータルトップや中村です。沢谷メンツなし、岡崎はドラが浮いています。岡崎さんも並び考えずとにかく下にもに上がった方がいいですね。はい、で親番を持ってくる、もう上がり倒した方がいいですね。土台もう着順操作って無理なんですよ最終戦とか、はいはい、みんなそんなハマるわけないんで、うん、直撃とかも無理です、はい、無理ですもんね。さドラを打つか打たぬか、総図とマンズに決めましたね、はい、うん、スーピーが2枚入れか、うん、両面払い見せていきます。馬持ってきます。タイヤ踊りアンシャンテンブクブクにしていくのか、ここはチーピンスリムに構える、安全牌持ちましたね、はい、カンロッピンを引いた阿久津イーシャンテンとなりました。ドラ山2枚ありますね。もう白が2枚、ドラ重なるか、おー、いいた、両面両面イーシャンテン、こちらもイーシャンテン、うん、ですが一旦、まあ、スーピン打っといてね、はい、ソーズ例えば3層とか引いたら単位になるし、嘘引いてもピンのテンポになりますけど、はい、うん、急走つもぎっていきました。いっぱいだ。ここで先にドラを打ち出したのは阿久津親番です。岡崎も打ちやすいですからね、はい、うんうん、親の現物博、さあ靴入れることができるか、でっぱいリーチです、はい、一層待ち、イーソーが場に1枚入れ、イーソーが残り2枚、スーソーが残り3枚でしょうか。そうですね、はい、うん、これはスーワン回りも切れない捨て牌ですね、はい、ドラ切りの後のスーワンなんで必ず関連してるんで、うん、サブロマン、はい、入り目か待ちになってるのは間違いないですね、はい、これは筋現物の数は打たなかったね、はい、うん、イーペックは崩しません。これイソ当たり牌です。現物はないか、あ、打っちゃった。これはどうなる、イソの宝珠です。リーチ裏が乗りません。安くて助かった、安くて助かりましたね、中村助かった。ちょっとドキッとしますよねドキッとしますよ。端っこだほう、また着、ね、また着変わりましたよ。トータル、トータル、沢谷さんが浮いた、沢谷が浮いた、すごい、ね、ね、はい、今の2000の補充で、はい、沢谷がトップ目に、そうですね、沢谷さん5-2の上がりと、はい、中村さん2000点の補充で、はい、この前々局まで戻って順位点が一緒になったんで、はい、まくりましたねコロコロって変わっていくのでまあ、まあ、ドラローピン、まあ、いい、めっちゃいいんじゃないですか、これいいですね、6チッパまでつけたい、はいはい、ものすごいロースコアで終わりそうじゃないですか、はい、うわわわ、みんな優勝があります、難入中、さあどうだ、今回ドラのローピンは山に残り4枚、僕がやった方位決定戦も、はい、18回やって、はい、優勝ポイントが
20ポイント台ってあったんですよね。すごいです。完全行ってましたよ。最終戦まで鈴山さんがトップだったんだね。はい、あの津田さんが勝った時ね。はいはい、ワンデーじゃないですから、ね。まあそれもそれで面白いですよね。はい、また。そう。ああドラ引きが良かったですけどしょうがないですね。これダブルメンツなんでちょっと考えますね。はい、ですが、愚形の部分を払っていきます、はい、スーピンがここに2枚でした。お、こいついった。おー、行きましたよ、これ本当に。嬉しそうじゃないですか。準備も早いしね。はい、旬だけじゃもったいないね、これは。さわやは本一を狙っていきます。スーピンの統一落とし、これはウーピンかな。あー、ローソーだ。ローソーなきません。これチュンポンですか。ポンです。うん。それ以外仕掛けるとこは いそう。いや、ちょっとダメですか。ええ、いや、それ以外はダメ、動けない、はい、今のとこは。チーソチーはない。チーソチーないっす、パーソポンもなし。パーソポンもちょっとやりたくないですね。都合よくパーソない、よかったですね。ないです。消えてる。ちょっと中村さんに上がりがないですね。そうですね。うん、やっぱこんだけの接戦ですから、はい、ここ1000点だけじゃね、もっと大きく上がって大きく離すような、やっぱ決定打離さないとね。そうですね、はい、これチャンスですからね、はい、これ、はい、中村君がいいじゃんって。ベンチピンがネックです。チュン出た。ポンですね。ポンポンしていきました。サバヤ染め手です。おー、いいシャンテン。親の現物残さなかったですね、はい、強気の待ち取り。ここに白が統一です。初が流れたけど、まあ中間ポンでしょうね、うん、はい。ああ、いそう。いや、うん、広がった。これは広くなった。阿久津も勝負。あ、ウーワン食い取った。阿久津から。阿久津さん何やってんだよって思ってるでしょうね。でも言いそうと引き換えですからね。やっぱ入ると言いそうが出ていくんで。はい、でもウーワンだと微妙じゃないですか。もうドラ引きですよ。リャンワンパワーになりますよね。これもうどっちか選択したいんじゃないですか、逆に。ウーマン3枚見え、うん、3万切り、リャンマンが1枚見えでした。シャーはバニー1枚見え、うん、今の間はあんまり作りたくなかったかな、サワヤ君は。あ、脳天っぽいのが、そうですね、はい、バレてしまうと椅子層がちょっときつくなってきた。おー、うまくいったの。来た、こういう先輩。数万を引き入れてのジャントができて、ウッパーマンリーチです。キューピを切ってのリーチはリーチドラ。いや、ここは勝負なるでしょう。はい、アンパイいっぱいあるけど、ハクションパイ念のため急層とか。でもハクがいいですね。急層は弱すぎますね。筋ハク、まだ酸素の方がいいですね、筋でね。あー、もっと弱気だ。うわ、あー、そうダメですか。ここはもうちょっと行ってほしいけどな。スコアボード目に入りましたかね。はい、うわ、これ食えた。うわ、あー、いてててーな。あー、そして当たり入り掴んじゃった。あー、ウッパーマン阿久津のリーチです。ちょっとリーチに対応しすぎかもしれないですね、はい、ここまで。まあ、勝負どこはしっかり勝負してほしいという2人の思い。まあ、ただしょうがないですね、うん、あのプレッシャーかかるんで、はい、まあこれも経験ですよ、はい、うん、これで1万2千って言われたらね、ありますね、はい、大事になるのはわかるけど、うん、そのバランスは難しい。一発裏ドラありです、はい、うわ、全部寄ってくる。不思議とね、弱気のところに当たりは寄ってくるんですよ、うん。徹底しておりたいところ。こういう場面もあんま見せたくないですよね。リーチ打てば、あ、降りてくれるんだろうみたいな形になっちゃって、それが嫌ですよね。やりやすくありますよね。そうなんですよね。だからどんな愚形リーチでも決まっちゃうみたいな。はい、あの、まあ、流局まで例えば持ち込んじゃうとかね。うん、
自分の上がりの方が先だったのに、うんうん、マクツのリーチです。ウッパーマン待ち手の内で4枚使われ、残り1枚はありそうですか。上がりたかったですけど、はい、親続けば OK ですね、うん、阿久津さんはもうツモがありません。これが背底です。流局、阿久津の一人転敗となりました。まあ、これもまた一つステージになっていて、うん、そうね、まあ、っすぐ行ったとして鈴草どっちで泣いたかもありますけどね、鈴草で泣くのか、スチーソーで組むのか、はい、町の広さは鈴草で食った方がね、スチーソー急須で強いけど、その代わり一通がなくなってしまいますね、鈴草で食った場合ね、はい、はい、お、じゃあいいですよ、うん、いいですね、2面つ完成、おい、おいいじゃないですか、めちゃくちゃいいじゃないですか、頭もあるし、はい、ラシャンテン、はい、なんかドイツは岡崎です、一メンツ中村もいいじゃないですか、まずまず沢谷さんが一番いいですね、はい、靴くんも伸びてきてる、うん、また勝負どころが訪れそうです。いいシャンテン、リャンウーピン、カンチーピンのイーシャンテンです。想像の方につい行きそう岡崎、中村何を持ってきた、マンズでしょうか、これはうん、つもぎりを選択です。これは三層引きとかは嬉しいですけどね、はい、もう目いっぱいに行きます。順が番に2枚目、ちょっと前かがみになってるな、はい、気持ちがね、はい、上がりが出てないですからね、はい、お、あ、3万手配だ、嬉しいじゃないですか、ペンさんがリーチまあ、また一番いい時に親に来た本当にね、こうやってバージャンって面白いですね、はい、試練を与えるんですよ、はい、何なんでしょう、いやこれは、あ、いそう、いそう勝負、いや、そのワンチャンス、ああ、ここにいの引いた、カンパスを引き入れたのは岡崎です。下ぐらい行きましょうか、イーシャンテンです。天敗中の中村、トーマ現物、このウーピン引くとリャンピンでそう役割になって、あ、そうですね、となると阿久津に報酬です。お、ちょっと戦えるようになったな、行ってみるか、これイーソー打っちゃうとまた弱くなっちゃうけど、まあ、まだ粘れますか、タイヤになるかもしれないですね、はい、3万かリャンソーいけると、はい、そのままゴーですね、はい、手は来てるんですよね、はい、そうですね、だからまあ単純に言いそうしかないと思えば、うん、リャンソーか3ワンね、はい、選択しそうですけど、スコアボードちらっと見ると自分がトータルトップにいるわけですよ、ここで親に言ったらと、はい、リャンピン打っちゃうそう、リャンピンになっちゃうから、ね、我慢できるか、うん、追っかけリーチを選択した変則三面ちゃんで中村ですが、リャンピンを報酬に裏大きい裏を乗せてしまいます。リーチピーフトライチです。5800はこれで沢谷さんに接近したんじゃないですか、相当、はい、うんうんうん、日本語ですか、完全な着順勝負なんで、ね、はい、4002着に上がった、うん、このぐらいちゃんだ、中村にとってはね、はい、一つここで俺も勝負だと、うんうん、面白いのが沢谷さんここまでちょっと弱気になってたけど、はい、追っかける方になったらまた行き出しますよ、うん、はい、むしろこうなった方がいいです、ね、この方が多分行きやすいと思います、はい、本人も阿久津が現状、はい、トータルトップに立っています。阿久津の矢番連チャン中、3本場に入りました。阿久津が統一、沢谷は連つがありません。岡崎一メンツ、まあ中村も現在マイナス 3.9 と、はい、トータルはなっていますが、
そうですね、はい、チャックアップだけで変わりますからね。そうですね。ただ随分遠くなりましたね、うん、ちょっと遠くなりましたね、各社の点差が、はい、そうだね、はい、やっぱり自分で上がりいくしかないですね、うん、はい、激しい試合になってきましたね。C1 でしたっけ、スタート C1 です、はい、C1 です。もう来週とかからってことですね。そうです、リーグ戦、そうです、はい、はい、それで先日ぐらいにロンロンの2200達成した人もいたんで、C1 リーグ増えました、ね、はい、そうなんですね。 E リーグはなんと120人。そうなんですか。もうじゃあ E2 リーグができるかもしれないですね。できます、はい、はい、来期から、はい、来期っていうか次の期から、次の期から。だから久さんはもう見えないです、はい、遠すぎて見えないです。佐々木久さんは今ちょっと見えない位置です。はい、E リーグの人から見たら、はい、何クラスあるんですかね、今全部11か2、ね、11か2、はい、だから、はい、もう E リーグの人もここにはいますよね。ああ、そうですね。そしたら C1 まで上がるってことは、はい、ようやく久さんの顔が見えるぐらい。今回は中村さんがいいので、そうそうそう、はい、だからみんなやっぱりここは勝ちたいんですよ、はい、岡崎阿久津が C3 リーグ、澤谷、はい、が D2 リーグです。 E リーグから C1 っていうのは結構なアップですよね。結構なアップです、はい、はい、まあでも特賞を使うと、うん、まあほぼ同じようなルートありますけどね。特賞も優勝して、はい、まあいろいろ条件があるんですよ ね、 そうですね。あとはロンロンの2200もいきなり C1 いけるんで、はい、それも同じです、同条件。岡崎がいい3点となっています。そして阿久津もいい3点、うん、阿久津さん形いいですね、ずっとね、はい、澤谷もいい3点ですか。ちょっと形が不十分です。きた、きた。ペン3票引き入れて、まずは先生岡崎。今度は阿久津さんと澤谷さんは難しいですね。阿久津さんが特に難しい。一発キャッチ。岡崎のリーチだし。ドラ1枚あるし。いや行きたいな。行っておかしくないですよね。行きたい手だな。ああ確かにね。やだな。安牌も1枚しかないし。パーピンポ。あ2枚か。数層。数層あるか。でもぶっ壊すしかないし。不思議とこうやって寄ってきちゃうんだよな。ヤンマンかな。こらえろ。中村くんこらえた方がいい。ここは中村こらえれれば親も残ってますし、ここはこらえるべきですね。一発では打ちたくない、はい、形としてはヤンマン行きたい。その葛藤です。いやこらえた。8万は6万のワンチャンス。まあでも一発ね、はい、避けただけでも。そうですね、うん、澤谷さんはまだほぼ並びぐらいですもんね、トータルトップと。難しいですね。難しいですね。したくないな、はい、まあ、わずか400点差ですね、はい、順位点だけなんで。何を切っていく。阿久津さんも定位ですよ。うん、ポッピン現物イソスジ。ただ息つかけちゃいますね。はい、まあ、嘘も打ちづらいかな。酸素酸素いってますね、はい、勝負に勝負をしていく。勝負にシフトしましたね。あ、そう打ちづらい。これでやめる選択もあるな。 ありますね、うん、うん、いいんじゃないでしょうか。いい話でしょう、うん、さあ澤谷はどうだ。先ほど自身で酸素は通しています。岡崎の町リャンワンは結構残っていそうですが、山一枚と山さんでしょうか。そうですね、思い切りいけるか。いいピン。チワンが5かぶりになっちゃったんですね。ここはパーマン切りとなりました。あ、いったまだ道のりは長いようです試練を与えますね、はい、来る順番がちょっと違うだけで違うのに、はい、うわ
沢井さん、スーツを積もったら後ろぶん投げちゃう。いいですか、その時は。いや、ダメだよ、ダメダメダメですよ、ダメだけど。いやですよね、もうね。そんな意地悪。アクさん粘ってますね。ここでハクハクになりますか。一枚切れですね。あー、きっちり抜いた。トータルトップ目、打たれてたかどうかだね。玉手にしたかもしれないし、3900、はい、このスーソーも打たれたかもしれないし、はい、サバヤです。ただサバヤさんがウーソーいくとだいぶ展開変わりそうですけどね、打てる牌が増える。三蔵ウーソーはちょっと強すぎますもんね。うん、出ないかもしれないですね。岡崎さんとしてはもうこのぐらいの点数で阿久津さんの親が終わってくれた方がいい。はい、並びは最高です今。中村さんをラス目に置いてるんで。はい、中村手詰まりを起こしていそうですが、本当だ、かわいそうだね、詰まっちゃうね。初いけそう。初一番いいね。はい、打ったらね、いい反アップっていうのが嫌ですよね。ただもう一回ツモ番あるんで、はい、できれば2枚のとこから選びたいんですよね。2枚じゃあ3ピンかパーソーかローマン、はい、ただ急走ワンチャンス、ただ2枚の牌は選べないと思うんで、はい、多分急走のワンチャンスか1枚切れのリューハーで悩んでると思いますね。まあパーバーもワンチャンスで切ってますからね。急走、まあねうん、なのかな、はい、打点を言われるのは流派ですけど、流派切りましたね。流派を切っていく。お、電波ですね。電波った。8かも8取った。ウーソースーピン。リーチするかか。考えてますか。一発と入って。もう一回残ってます。一発入ってにかけた。ここでリーチ。ウーソースーピン。よくいったね。ああ、ここにいた。嘘はないか。あ、はい、一発入って消しますよね、ららそれはね。スーピンもないです。はい。しっかりしてますよ、この辺は。配定が岡崎になりました。流局。はい、サバヤ、そして岡崎、二人転敗で流局です。これでまた着順変わりましたね。はい、またトータルトップ変わりました。忙しいですね。忙しいです。4本場の供託も2本ありますよ、はいはい、これも大きそうです。頭の中ぐちゃぐちゃになってきますね。はい、出ました。でもまたすぐ変わるんですよ、はい、変わりますね。シワヤがトップ目に立っています。この並びです。ドラガチュン、あ、いいじゃないですか。いい、いいですね。いい、間違いなく。うわー、これは勝負でいただきました。そうね。もう前だけを見て。ただ周りとの兼ね合い。初と白といつ。あ、いい。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 やっと起きましたよ。2差しもある。供託が4と4本場です。上がるのも大きいです。2シャンテンですね、これは。観覧層の急走。中村さんは自然にリーチ。そうですね、うん、ただ、はい、ピンフロミで一回上がるもありなんですよね、二差し見つつ、白ポンじゃないですか、これポンでしょ、うん、出た、白ポン。岡崎がスピード勝負ね、はいはい、岡崎さん並び最高なんですよね、今ね。まずは前に出ていく。ああ、ちょっと待って、乗手に打っちゃった。待って、そのポーだ、あら、乗手に打っちゃった。あ、ただまあ岡崎は隣来ちゃったんですね。はい、上がりに、いやー、わかりますよ、あ、ね、勝負どこだったがゆえに。あ、でも阿久津くんもこれドラドラだから来る。はい、親も来る、うん、親も来る、来るけど怖い。ピンチピンチ。だからチョンボまでいかないかもしれないですね。あ、何事もなく終われるか、中村。そう、気持ちが高ぶっちゃったな。そうですね、今一つ確認していただきたかったが、
若獅子戦っぽくていいんじゃないですか、うん、逆に、うん、これがね、はい、ですよ、また一つね、ウッパーそうだった、はい、これが上がりだったんだね、あ、そうそうそう、上がりでしたね、あ、ドロドロになったローソー、 E ピンローピン、チーピンは打ちやすいですけどね、 E ピン打ちましたね、はい、全員勝負してたから怖い、怖すぎる、もう沙耶も来てる、岡崎ドラドラ、対局者には伝わったんでしょうかね、伝わったかもしれないですね、ちょっと表情出ましたからね、中村は脳天リーチを打ってしまいました、この大事な局面どうなっていくでしょうか、2差し今だとポンだ、さあ岡崎君が上がれるか、まあ上がられたとしても痛いは痛いな、痛い痛いですね、痛いですね、流局が最あ流局だとチョンボになっちゃうのか、そっか、横移動もね自分ラスベのまんまだからな、流局するとチョンボ量って何万、はい、30ポイント拡大、30ポイントですね、はい、だからトータルポイントが30ポイント引かれるんで、はい、トップは取ることは別に可能ですね、うん、マイナス30でついてくると、はい、だから開始前が 27.4 だプラスだったのがマイナス 2.6 になるね、はい、中村さんは、いやなんかちょっと怪しくなってきましたよ、大丈夫ですか、ああそっか、ドラもちもちになってるんですね、そうなんです、ああ一番助かるパターン来たかもしれない、天敗シーソーウーマン1500ならば、あウーマンある、浮いてる、助かるかも、むしろ持ってきたユーマンチーソー、そうか、1500横移動ってのは考える中で一番いい、一番いい、一番いいですね、そんな点数も多い、中村さんから、あ、サブローマンだ、サブローマンになっちゃう、岡崎くんもサブローマンイマジですね、はい、広げる、ウーマンが助かる、気が気じゃない思いで今やってますね、流局してくれっていう気じゃないもんね、サフロア持ってきたらラッキーぐらいまでね、はいはい、誰か上がってくれになっちゃってますね、上がってくれって思っちゃいます、沙耶天敗、詰まりましたよ、500ならば、ローマンの詰まがり、沙耶の上がりです、500は900オールの詰まがり、ただね、中村の心情を考えると、まあ、これで済んだんだからもう、うん、はい、もう忘れた方がいい、忘れた方がいい、うん、そう、大変かもしれないけど、うん、5本倍、みんないろんな経験この決勝で積んでますね、はい、そうですよ、積みまくってます、はい、ジャンボね、ジャンボなの、そうね、ちょっと簡単に同意できなかったけどごめんなさい、すいません、振りが悪かったです、ウーマンがドラ、あ、いけねえってのは結構ありますけどね、はい、うん、あるけど、はい、逆になんかその大事なとこそ集中力を高めてほしいなと思いますよ ね、 うん、やっぱり熱くなっちゃう気持ちもすごくわかりますかね、まあ周りが言わなくても本人が一番反省してるでしょう、はい、間違いなくそうです、はい、ただ忘れた方がいいですよ今の出来事は、はい、まず忘れて、はい、今日終わってから反省すればいいですね、はい、おっしゃ、地球が統一、はい、一メンツ完成、岡崎も一メンツ完成です、中村は一メンツ、ドラが一枚、ドラうまんですもんね、ここはトンの4統一、はい、ちょっと阿久津さんの手が重くなってきましたね、今回どうでしょうか、うん、今回、まあ、また沙耶さん中心に回りそうな曲ですけどね、はい、多分風呂入ると思うんで、うん、初のポン、
手を重ねましたペイチャの阿久津、仕掛けも多めの阿久津ではありますが、阿久津さんはね今8000点ぐらい離されてるんですよね。あ、2枚目のトーン内定、はい、沢谷さんと。だからもうこれ以上やらせるわけにはいかないんですよ、はい、万が一発圏内ぐらいにいないと苦しくなっちゃうんで、うんうんうん、親も残っていません、はい、でここで4000オールとか言われちゃうと本当に大変になっちゃうんで、あ、じゃあこの親はもう合わせて、はい、もうそうですね、うん、中村くんいいの聞きましたよ今カンピ、全局を忘れられるような手が打点もあるし、この月は特にリーチの時ね、うん、考えますよ ね、 確認をして、はい、さあ仕掛けが入っていますが、トンのポンの2枚目のトンのポンです、まあ、ちゃんと話が見たいからリャンマンもあるけど、うん、もう何もこれ、ね、失敗してなければ9番ですか、うん、まあ、リャンマンでドラ引きと中盤引きに備えるのが一番いいですかね、うん、目いっぱいに岡崎、うわー、悩ましい、9ピン切ってますから、あー9ピン切ってんだ、じゃあ3面ちゃんを嫌っていって、はい、両面両面でパーピンからです。あ、ほいついちゃったよ、来た、なのでドラ切り、急走2枚切れ、ちょっと苦しいですね、そうですね、ってことはこの急走もきついんだ、うん、しごろ3色ローワンから先にローマを処理、ウーマンがドラです。うわぁ人間だからしょうがない、しょうがない言いそうでいいペーコーだしね、でもしもちゃんも本質っぽいしね、想像のね、うんうんうん、ピンズは厚く持つでしょうか、パーワンが親の現物なんですよね、はい、だから想像先処理しましたね、うん、来ました、はい、ローマン引きで一寸層のリーチです。リーチピンフドライチ高めがイーペーコーです。一寸層高めのイーソー残り1、そして一寸層も1位ですか、ね、1位ですか、山は山となっています。リーチを受けてアクツ、うん、9層現物、アクツさんね打っちゃうときつくなるんですよね、はい、ここはサワヤさんとの差が開くんで、この急走2枚切れっていうのがまた行きづらいですよね、はい、あれ数ピンは通りそう、はい、イーシャンテンです、はい、岡崎さんは行くでしょう、3面ちゃん2面きた、きた、あー、パイがくっついてるからね、ちょっと引き入れてのスイッチマンみんなの汗がすごい、多分熱気が見ていても伝わってきます、なかなかここまでベタつかないですけどね、はい、あー一発キャッチ、スイッチはそんな多くない、あーキャッチキャッチ続いてない、決着つくか、スイッチマン、はい、スイッチマン多すぎるんですね、C1 1枚かな、数はないですね、数はゼロ、はい、じゃあ1対1ですね、どうだ、スッチマン対イッスッソです、手に汗握る対局、中村君あたりは麻雀は体力もいるんだなって今頃分かってると思います、ここでね、通過してます結構もうヘロヘロになってるから、あーすそう、あーなくなっちゃった、先にもうちょっと前のめりになってますもんね、麻雀はねやっぱ体力いるんですよ、はい、はい、それは瀬戸駒さんね、うん、よくおっしゃってますもんね、普段から体力作りが大事だと、だから僕も50過ぎて、はい、あの若手とやるために鍛えないとそっから置いていかれますからね、あ、違う、あーなくなった、ゼロゼロです、引き分けですか、はい、引き分けだとまだ全員チャンスありますね、リーチも日本の追ってる本場、はい、はい、それで阿久津さんも次の曲勝負でしょう、はい、沢谷さんが阿久津が仕掛けを入れました、あ、テンパイ取り行った、うん、ペイのポン、うん、そうですね、ここはちょっとでも詰めれれば条件軽くなる、いいシャンテンです、白も通って、はい、白の元に白が1枚くっつくか、裏現物ですね、
残り積もがあと1回ずつほどです。これピンズにくっついたとしても、はい、打たない、ね、違うんですか。違う、打たないですね、はい、3ピン打ちやすいから勝負すると思います、うん、はい。もう残ってる筋本数がほとんどないですね。うん、うん、本当にマンズだったスチーは、はい、そうだったらイースーソーぐらいですよね。はい、さあさあや、はい、手詰まりパーソー打てんじゃないですか。パーソーウーソーが取って9層4枚で、うん、はい、多分ね体力持ってからって思考が追いついてからですよね。阿久津が想像追いついてるんですか、はい、違うか。ああ、それもあるかもしれないですね。うん、ああ、そっかそっか、うん、じゃあパーソー触りづらいのか、うん、9万さあ、靴はどうだ。ああ、おー、来た。ここが阿久津さんのいいとこですよ ね、 そうですね。めちゃくちゃいいとこですよ、粘り強さ、集中を切らさないところ。ああ、触れてなかったね。3人転敗となりました。サバヤ1人の点です。はい、また縮まりましたよ、はい、縮まりました。次局6本場に移行いたします。6本場、強卓も2本。大きいね、これ。大きい、これが欲しいです。これ、阿久津さん一上がりでいいんだ。はい、ほぼ並ぶね。待って、じゃあこの曲がかなり大事。これ大事です。沢谷さんが満貫とか上がっちゃうと、はい、ほぼ沢谷さんと中村さんの勝負になりそうですね、はい、最後は。トラローソーです。トータルトップは沢谷。はい。あ、岡崎の手配がいい。ちょんちょん。岡崎くんは18ポイントぐらいですか、差が。はい、現在トップ目で、すごいよ。4000オールでトップ目立つ。はい、うん、うわ、すごい手。おお、すごい、待って。こっちもすごい。うわ、ここすごい。うわ、いいシャンテンじゃん。難しい、これ。大事にいきたい。9ピンでしょうね。打点も、あー、いや、そうか。ペンチーピンリーチも。あー、そうそう、それも考えた。ここはでも一番悪いぐらいですね。そうですね。ちょっと取ります。全員が100万円に向けて。ちょっとこっちもデッキが出てきました。よいしょって。はい、やっぱ100万円って響きはね、いいですよね。いや、大事な曲だもんな。まあね、はい、同世代で C リーグ入りかけて、はい、第1回の称号ですからね、はい、第1回が欲しいです、はい、まず、はい、いいシャンテン。おー、3色そうですね。その時はジャントが難しい。上がり超大事、ね、あー、いいの引いた。いいシャンテン。ただここは親リーにも全員突っ込んでるか、はい、来る可能性ありますね、沢谷さん以外。の具形リーチもちょっと微妙、はい、微妙だけど、まあ打たなきゃしょうがない局面でもあるんですけど、はい、来たー、文句なし。リーチ、これ6000オールもありますね。いや、これ決めたらちょっと岡崎、うん、あら、ローソー2枚、急走は3山5、全部で5山、リーチピンフドラ貫禄を引き入れて岡崎の勝負。ローソーだとドラとイーペーコー。いや、これ終わったらトータルトップに立つでしょ。立ちますね。まずリーチを受けて中村の心情どうでしょう。役割を目指すなら、はい、数万が合いそう。合いそう。宣言杯の裏筋、うん、実は上の裏筋を当たるという。はい、いや、ここだって行きたいですよね。来たね、今来た。わ、一発は鳴らす。あ、ここに来た。出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう。直、岡崎の上がりです。リーチピーフ、ドラ1、裏は乗りません。5806本場。強卓かっさらった。はい、強卓も2本ついてきます。7600点。あ、これは面白くなったね、はい。これで中村がトータルラス目。はい。ただ中村さんは最後のやりましたね、はい、ただチャックアップがもう難しくなってるんで、はい、中村さん自身も外点で詰めなきゃいけないですね。うん、もうこの
じだと最後は上がり勝負されちゃいそうですね。そうですね、はい、ちょっと困りますね、はい、ただ、はい、阿久津さんは、はい、沢谷さんを超えなきゃいけないんで、はい、条件は多少まだありますよね、うん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 、4000点ぐらいか、単純にポイントで、ね、うん、はい、ここ一上がり決めるだけで最後簡単な上がりでね、うん、良くなりそうですが、 4.2 ポイント、はい、岡崎一メンツ、さあ中村も左手が入り始めました、はい、さあ靴は白が統一、沢谷さん有利なのは間違いないですね、うん、順が統一沢谷です、うん、ここでここで、はい、あの阿久津さんと漫画出上がり不可能ぐらいの点数にするなら楽ですね、うん、1000点も価値あるけど、阿久津が仕掛けを入れました、はい、阿久津さんはそれ分かってるから当然仕掛ける、沢谷も仕掛け入れますよね、仕掛けれますね、はい、おごめんなさい全員すごい、手汗がすごい一回あみんな拭いてますね、もうタオルで手を、はい、もう誰の汗か分からないぐらいになってる岡崎くん、イーシャンテン、イーシャンテン、何のポンです、来た来た来た、アンチーマン、ヤクハイドライチ、チーマン三山、2000点の7本場、4100、はい、並ぶんじゃないですか、ほぼ並びですね、ほぼ並び、上がり勝負になりますね、ここはドラッキー、中村使えない、チーマン、リャンピン現物、あ違うか、あ難しい、シャンポンもある、リャンマンローマンか、リャンマン、おーか、チーマンを選択、このローマン日本一か、ここできた、マンズの本一、両面払い、うん、ドラ切った、岡崎がスッとドラを切っていく、いいシャッター、こちらも3万、うん、マンズ高いな、はい、切っときますか、あー、酸素1枚切れ、酸素1枚切れですからね、はい、何を見て、すでに天敗は阿久津です、阿久津さん落ち着いてる、相当状況を理解してる、得意だと、条件戦は得意だと言っていたはず、はい、8万切ってる、チーマン捕まりました、中村です、阿久津さんはね、やっぱテーマが毎回合ってますよね、うん、噛んだ、何の噛ん、引っ張ってきたロッピー、乗ったぞお、何が乗ったぞ、4乗りイースーチーピーピーができたの、新しいドラマ、大勝負、はい、いやこれ7万になっちゃうか、ああ7数字だから並びだ、うん、横並び、ハグドラ1、2600の7本場です、さあ上がり勝負でしょ、2人は、あごめんなさい、2000の7本場です、着順勝負なんで、はい、着順勝負となりそうです、さあオーラス条件の計算に入りたいと思います、確認です、ちょっと得点見してほしいね、と得点をちょっと確認いたします。先点差？沢谷、あ違う違う違う、先点差じゃないけど、まあ 0.1 ですもんね。はい、そうそうそうです。だからまあでも先点ですね。はい。先点より小さいからないもんね。はい、岡崎さんがちょっと条件がありますね。8.4。はい。ってことは、まあ漫画つも。ただ岡崎さんは直撃だと上がれないところとか存在しそうですね。岡崎の条件発表します。はい。いつも満貫。そうか、沢谷さんから満貫直撃すると、うん、す着順が阿久津さんが上がっちゃうもんね。はい、そうですね。阿久津、中村からは羽満。そうなんですね。うん、沢谷からは3倍間になってしまいます。そうなんですよね。沢谷さんからだけは上がれないですよ。うん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 、だからそこは特殊なんですよね、岡崎さんは。阿久津はどうでしょう。阿久津さん、沢谷さんは上がり勝負じゃないですか。先手上がればいいですよね。着アップ、どっちもお互いに着アップしてればいいんで。お互いに着アップしていれば OK ということで。はい、はい、お互い、はい、はい、2人の上がり勝負、はい。中村さんはオラソーヤなんでまだ行くだけですね。はい、簡単ですね、そこは。こういった条件になりました。はい、阿久津沢谷が上がり勝負、はい、岡崎がつも満貫、はい、阿久津中村からだと跳ねま、そうですね、沢谷からだと3倍と、はい、なりました。そうですね、このオラス中村にとってはきつい
状況にはなっていますかね、うん、上がり勝負、そうだね、あの上がり勝負ですからね、切り間違い痛いはやっぱり、はい、まあ結構切り間違いとかした時はね、引きずるなって言っても引きずっちゃうんでね、うん、はい、結局それが敗着になったりもしますからね、はい、さあ、はい、来ましたね、はい、ラストです、はい、4社の条件確認の上始まりました。大輝若実戦最終戦、そしてオーラスになっています。上がり勝負、上がり勝負、トラガウピン岡崎さん満願つも条件、はい、中村手配的にはいいですよ、まだ、うん、トレンツちょんちょんで、いやあ、ウピンある、お、問題は、はい、早上がりの阿久津沢谷の手配ですね、はい、注目してまいりましょう。阿久津、おー、まあまあ、お、いいぞいいぞ、いい、いやー、タンヤも得意な阿久津、あー、阿久津もある、これは特急券仕掛けられる、しかもね、龍が結構泣ける曲なんですよね、はい、誰も酷使とかいかないんで、岡崎満願いけますよ、本一だ、はい、本路といとい満願ツモですからね、チュン出たら現在どうですか、あ、ドラドラ、お、ドラドラ、中村チュンは泣くはありますけど、ただ満願ツモコースだから難しいですよね、はい、難しいですね、散歩待ちとかになると、うん、シャアがすでに1枚切れです、はい、出ればいいってもんじゃないんで、はい、難しい、まあ、泣かないでチートイツとか、名本チートイツにしちゃうと出上がりも聞けるんですよ、はい、二方向からは、はい、だから名本チートイツもやる手ですよね、うんうんうん、で詰まれば OK で、うん、あ早い早い、いいシャンテン、チート入る、名本チートイ出上がりは聞かない、跳ね満足、リーチ、リーチすればね、あ、リーチすれば、はい、はい、さあ一メンツ二メンツとできました、中村です、さあローワン入ったらサブロー急走、ここですね、目いっぱい、うん、これ仕掛けるね、ポンテンチーティン入れるでしょ、はい、そうですね、入れでしょ、もうローマンもチーですよね、ローマンはチーですね、ですね、はい、はい、ローマン引ければ相当上がり、はい、濃厚です、岡崎は岡崎さんがマンズに行ったのがちょっと嫌ですね、阿久津さんとしては、中村さんも行くしかない、ただいそう、白もめいっぱいかかったでしょうか、白でも、あ、広がった広がった広がった、これで仕掛けないかもしれないですね、そうですね、これでローワンも仕掛けないか、するかもしれないですね、もう泣いてもおかしくはないですね、うん、いや、ただ目いっぱいでしょう、いいシャンペン、はい、3ピンチイソのポンだけはなくなりましたね、うん、それだけはないです、サワヤが伸びない、ここに初、岡崎さんの流派出てこないですね、そうですね、もう一枚の初がどこかキーハイになってきそうです、うわ、珍しく力入ってるちょっと怒ってましたね早く帰るよみたいな、これサワヤね、最後上がったらトルネードしていいですよね、うん、もうね、サワヤさんもアクスさんだってしていいと思いますよそうですね、みんな OK です、なんなら膝3張りの引きの方でもいいと思いますよスーピン打ちましたよ、はい、それは3色、あ、ドラ、おー、ドラコ、ドランコ、イーシャンテン、はい、ボヤもイーシャンテンですね、阿久津が勝負手だけに、なんか直撃とかもありかもしれないですね、うん、ありますあります、初泣けないってことで3色にしたのか、はい、あ、中村が6000ウォール積もると約3000点差になるそうです、はい、うわ、本浪チートイ、本浪チートイありますね、ツモ条件がそうすると、はい、ということで数万、この数万チーしていきます、タンヤをドラさんです、いいですね、チーそう、あ、これはポンありますね、今度ね、チーマン3品のポン、ソーズはもう安いですもんね、うんうん、あ、ローソーでも3枚目、自身からローソーなくなった、いいシャンテンだけど、これでも本一にしなくちゃいけない、本一にしなきゃいけないですね、うん、マンツモなんで、うらうらはダメですか、ここは急走ですね、うん、あの、はい、親が伏せない条件なんで、はい、条件は確実に満たしたいですね、あ、そうかそうか、ローソー切れたからね、そうですね、あ、でっぱい、6-9万、あ、これ中村が捕まる可能性もある、ありますね、ローマンが浮いています、ピンズついたら3ピンチとかね、はい、4ピンチとかもしそうですから、9-1山、うん、中
屈が現在6球満のピーフテンパイ、これ上がると阿久津優勝となります。ローは2枚、ローは2枚、ローは2枚、難しいな。親の両面地位がちょっと異常に気になりますよね。自分の手がこのぐらいだと。サワヤです。阿久津さんはもう止まらない。うわこいつ、いや中村マンズにくっつくか、どうだ。そして阿久津は6球満、ローワンはあと何枚ですか。ポン、初ポン、おいいシャンテン、はい、リャンソー2枚切れ、リャンソー2枚切れ、じゃあソーズ、これ中村さんリャンピンも危なくなってきましたよ。どっちも危ない、本当だ、どっち選ぶかみたいな、どっち選ぶかみたいになりそうですよ。いや温存、ちょっと待って、これテンパったらカンリャンピンですもんね、はい、あー掴んだ、サワヤでもまだわかんない、まだわかんない、チームは引き戻したり、あーまたコインローワン、でも食い取ったんですね、リュウ運んで、はい、まあ岡崎もちょっと我慢しつつね、チームは50になっていましたから、うん、はい、ここは6球満どうなっていくんでしょうか。このローマンがまず想像は通すでしょう。いや耐えるのか、サワヤ耐えた。阿久津さんはイースワンリャンピン引いてきたら勝ちじゃないですか、これ小さしてこれは形式転敗だから取らないです。阿久津さんごめんちゃみたいなもんですね今。阿久津ですね、はい、はい、あーダメだ、決まった、これで決まりだ。沢谷転敗からの宝珠ローマンは阿久津の上がり、ピーフ先天の出上がりです。さあこれで最終戦が終了いたしました。さあ優勝を決めたのは大輝若実戦、優勝は阿久津プロとなりました。最後まで素晴らしい戦いでした、最終戦トップから岡崎、2着に阿久津、3着沢谷、4着中村の並びで終了です。はい、改めまして優勝は阿久津プロとなりました。面白かったですね、最後の2人先手上がればみたいな、なかなかないですからね、はい、では2人から一言ずつ いただきたいんですが、まずは久里プロ。そうですね、はい、まあ初めての経験でもあって、まあ、中村君なんかね切り間違いなんかもあったんですけど、ね、まあ、最後最後で非常に面白い戦いだったの、うん、まあ、沢谷君ちょっとね最後放心状態みたいな感じになってたけど、はい、まあ、みんながみんないい経験になったと思いますんでね、うん、次のチャンスをしっかり生かしてもらいたいなと思いました。はい、じゃ徳間プロお願いします。そうですね、まずは阿久津さんがね、はい、やっぱり20代の中ではずば抜けて努力してきたのは知ってるんで、うん、まあその努力が報われてよかったなって思ったのが一つと、うん、まあ負けた3人もね非常に頑張っていいまで打ってたんで、はい、多分反省するとこはいっぱいあると思うんですよ。それを忘れないで、はい、悔しさ忘れないで、はい、次のチャンスに備えてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこの後表彰式に移りたいと思いますが、その前にお知らせをご覧ください。大輝若実戦全試合が終了いたしました。改めまして表彰式を行ってまいりますが、その前に敗れた選手にお話聞いてまいりたいと思います。まずは第4位となりました中村文也プロです。中村プロお疲れ様でした。お疲れ様です。まずこの決勝戦、はい、リーチまで行っての最終日最終戦となりましたが、その思いが強く出て、まあ、入った、ね、そうですね、のてリーチっていう形がっやってしまいました、ね、はい、あって、自身の中で、まあ、振り返っていかがでしたか。そうですね、はい、結構、まあ、ベスト8とかは、うん、そのトーナメント制ってことをちょっと意識しすぎて、まあ、かなり守備的に打ってたんですけど、まあ、今回決勝戦は結構もうトップだけが意味があるんで、うん、もう1回戦から4回戦まで全部押し切ろうと思って押し切った感じでした。まあ、グケリとかもね、先行でまず1回戦目から打っていって、はい、まあ、今日は戦う形スタイルなんだなっていうのもすごく感じました。ね、またね、応援してくれてる方もね、たくさんいて、そういった思いで優勝したい気持ち、すごくあったと思いますが、うん、はい、うん、まあ、こういった放送対局、何回か経験して、どうですか？まあ、すごい貴重な体験をさせていただいたなっていうのと、うん、
まあ決勝戦っていうのがちょっともう何入したぐらいから心臓がちょっともう破裂しそうで、はい、ゲロ吐きそうだなって思いながら打ってたんですけど、もう5あのまあそうですね、ちょっとまあこの経験を糧にちょっと次からはゆっくりちゃんと丁寧に打とうと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ではもうね、4月からまたリーグ戦始まりますから、それについて意気込み、そしてファンの方へ最後にメッセージお願いいたします。はい、次はちょっと、リーグ戦、リーグ戦とあと今特賞リーグも出させていただいているので、そちらも頑張っていきたいなと思っております。ちょっと不甲斐ない麻雀を見せてしまって申し訳ないんですが、これからも応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。中村プロでした。お疲れ様でした。続きましては第3位となりました岡崎亮太プロです。岡崎プロ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。まずは2度目の決勝どうでしたか？いやー、ちょっとやっぱね、阿久津くん同期なんですよね。はい、で、ずっとやられてて、リーグ戦とかいろいろ当たって、うんうん、いやー、ちょっとね、リベンジしたかったんですけどね、強かったです。強かったですか？強かった。でもね、今日の決勝仕様なんだなっていう岡崎さんの戦いっぷり、はいはい、第3位も見えるようなところに打ってしたりとか、結構ぶつかっていく。そうですね、ちょっと分の悪い追いかけリーチ もしないといけないポイント状況になったんで、そうですね、あれ、まあ、しなくていいような状況を作りたかったですね。うん、はい、でも今日でまた学んだことを得たもの多いんじゃないでしょうか。いや、多いですね、本当に、はいはい、ではこれからのまた意気込みお願いいたします。とりあえず、皆さん応援ありがとうございました。またこの舞台に戻ってこれるように、また日々稽古して頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。プロでした。お疲れ様でした。はい、続きましては第2位となりました澤谷亮プロです。澤谷、はい、プロ、お疲れ様でした。お疲れ様です。今ね、一段と髪も決まっていたんですが、ね、ありがとうございます。気合も入ってたと思います。あ、そうですね、はい、今悔しい気持ちだとは思いますが、いかがですか？そうですね、最後、まあ、最後まで諦めずに戦おうと思って、うん、まあ、実際最後チャンスがあったっていうことはすごい嬉しかったですね。うん、はい、まあ、最後までね、ドキドキの勝負だったんですが、今日はなんか私は見ていてチートイツに悩まされた一日だったのかなという、あのドラドラで、そうですね、はい、いや、まあ待ち選択とか、うん、まあリーチするかしないかとか、まあ悩みながら打ってて、ああいう思いっきりの良さっていうのも今後身につけていいなと思いました。あと一つ、アンケートで気になったのが、100万円もし獲得したら、優勝したら、ああ〇〇をって書いてあったんですけど、はい、あの、はい、あれですね、いや、まあ優勝してないんで、また次回の決勝で、お預けにしておきますか。はい、はい、じゃあ、ね、頑張ります。ファンの方に一言、そして第1からの、リーグ戦ですね、意気込みをお願いいたします。はい、まあ、応援してくれた皆様、まあ、最後まで見てくれた、まあ、皆様に本当にありがとうと言いたいです。あと、こういったチャンスを、くださった、まあ、連盟さんにも、はい、ありがとうと言いたいです。ちょっと、まあ、またこの決勝という舞台に戻ってこれるように頑張ります。ありがとうございました。はい、お待ちしております。本日もお疲れ様でした。サヤプロでした。はい、そして流行る優勝を飾りました阿久津翔太プロです。はい、阿久津プロにはまだ朝太郎名誉会長より優勝カップの授与が行われます。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。改めましてトロフィー持ってみて、はい、今の気持ちを聞かせください。いや、本当に応援してくれた方々への感謝の気持ちと、この若実戦企画してくださった先輩方への本当感謝の気持ちでいっぱいです、うん、まあ、ここまでの道のりどうでしたか？いや、3回戦までは結構感情ゼロにしようって思いが強くて、うんうんうん、結構なんか何回か放銃したんですけど全然ふーんぐらいで終わらせたんですけどすごい。4回戦最初ウーピン切ってリーチせずにパーピン切ってリーチして放銃した時は
多分応援してくれてるみんなはウーピン切るだろうって思ってただろうし、きっと解説でも阿久津くんならウーピン切るんじゃないかみたいな言われてそうだなと思って、はい、本当にこれ応援してくれてるみんなに申し訳ねえなと思って、この報酬はと思って、じゃあちょっと入れたわけですね、阿久津プロ。あ、もうさすがにその時はうわってきましたね、うん、でもなんとか勝ててよかったです。いやでもね、終始落ち着いていて本当にまだ24歳、24です、はい、今思えないもうこの貫禄、私やっぱり自信、普段からの稽古の量、はい、それをすごく感じた、はい、まあ、この大輝の岡実戦ではあったんですが、はい、まあね、推薦からのここまでですからね、はい、どうですか、推薦をもらってしっかりちゃんとチャンスをものにして、はい、いやもう推薦の期待に応えられたっていうのと、あと終わった時に、はい、あの瀬戸熊さんのその解説で、はい、そう、あの阿久津くんは誰なんか人なんだっけ、なんか段違いなんか努力してるみたいな話聞こえてきて、はい、いや本当にそうなんですみたいな、めっちゃなんかすごいもうなんかもう涙目になって、はい、なんか本当に期待されてたのに応えられてよかったなっていう思いです。最高に嬉しいですね。最高に嬉しいです。また次戦記書きますか。書きます。あと100万円の使い道。100万円の使い道、とりあえずいいスーツを買おうかなっていうのと、一丁裏を、はい、あとは何か買おうと思ったものができたら買おうかなぐらいな感じです、ね。まあ、活躍のもね、もう優勝でどんどん増えていきますからね。はい、はい、そして、次。今後自分が目指すプロ像っていうのを最後にちょっと、はい、まあ、プロ像というか、まあ、これがやっぱりゴールじゃなくて、うん、結局これでそのいただいたチャンスをどう生かしていくか、リーグ戦だったり、そうともしかしたらメディアとかあるかもしれないし、それを自分でどう生かすかっていうのは、まあ、自分の力と、まあ、あの、日々の努力と、まあ、いろいろなんですけど、まあ、それでこれからが本番だと思って頑張っていきたいと思います。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。最後に言い残したことないですか。本当に何より応援してくださる皆さん、ありがとうございました。本当にみんなの声がめちゃくちゃでかかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、改めまして大輝若実戦優勝をしたのは阿久津翔太プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで本日も長い時間ご視聴いただき誠にありがとうございました。またね、レメチャンネル次もぜひ皆さん見てください。今日はこのあたりで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。バイバイ。